こんにちは、ハープンチャンネルです。今日はこれを紹介します。お、これは何ですか？シャークアタック&コーです。シャークアタック&コー、サメさんばっかり。サメさんばっかり。じゃあどんどんやっていきましょうか。今日は何種類紹介してくれますか？5種類紹介します。では早速行ってみましょう。最初はノコギリエイ。はい、ノコギリエイさん、どうぞ。あれ、沈んだ。なんで重いの？砂が沈む。なるほどね。なんか中に入っている砂っぽいやつがビーズだったり砂っぽかったりするんだよね。はい、ノコギリエイはノコギリザメと形は似ているが全く別の種類なんだって。ノコギリザメには2本の長いヒゲがあるがノコギリエイにはないし、ノコギリザメは2メートルぐらいの体長なんだって。ノコギリエイは体長6メートルにも達する。すごいね、ほんとノコギリみたいなお花がある。鼻先には18から22組ものカミソリのような鋭い歯が並んでるんだって。それか、うおー、すごいすごい。それを振り回して獲物の小魚を叩きのめしてから食べてしまうって、すごいね。強いんだきっと。バンバンって叩きのめすってどんな感じなんだろうね。シュシュシュってすんの。かっこいいです。ノコギリエイさんでした。ではハチワレさんです、どうぞ。飛んできたよ、ここから。ハチワレ、なんか色がすごいいいじゃん。いい感じ、オレンジと緑でカラフルな色合いです。ハチワレさん、ハチワレさんです。ハチワレは長い尾びれを持っているのが特徴だ。これ長い。おー、長い長い、確かに結構長いね。体はちっちゃい。あ、確かに体はちっちゃいけど尾びれが長いんだ。体長約4メートル、体重は約300キロで、暖かい海の水深100メートルより深いところに生息しているんだって。直径10センチにもなる大きな目を持ち、10センチもあんの目。すごい、おっきいおっきい。夜になると海面近くまで上がってきて、サバやニシンの群れを見つけると、その長い尾びれで獲物を叩きのめし気絶させて食べるって。こんな感じでシュッシュッってなって、ここにいっぱいこれをクシュッ。すごい、この尾びれを使って獲物を捕らえるっていうこと。すごいです、すごい技を持ってました。ハチワレさんでした。すごいすごい。はい、では続いてネコザメさんです、どうぞ。おお。あ、浮いた浮いた。なんか色が本当に、変わった。黄色っぽいやつ。すごい、ネコザメってこんな模様なのかな、本当に。はい、ネコザメさんです。暗闇で光るって、あと温度で色が変わるらしい。めっちゃいいじゃんこれ、最強じゃない。ネコザメいますか？あ、ほんとだほんとだ、色が変わるんやね。濡らしてみる。こんな感じ。あ、ちょっと薄くなるのかな、うん。かわいい、なんか笑ってるみたいに見える。お目目がクリクリでかわいいです。ネコザメは体長1メートル、体重10キロほどの小さなサメなんだね。日本や東アジア近海の水深5メートルから30メートルぐらいの岩場の海藻のあるところに生息しています。胸びれを足のように使うことができて、海底をゆっくり移動しながら好物の貝やウニ、エビやカニ、めっちゃ好物多いね、探し回っていますって書いてるよ。獲物を捕まえると、その硬い歯と強い顎の力で獲物を噛み砕いてしまうって。ちっちゃいけど結構強そうだよね。おい、ネコザメさんでした。見に来るのはめちゃくちゃレアです。ゲットできたんだよね、うん、やった。何ですか？メガロドン。メガロドンです、どうぞ。うわ、大きい。ねえ、全然サイズ違うよ、明らかに大きい。すごい。はいはい。今回シャークアタック&コーってやつで、メガロドンさんレアの XXL サイズで、もう触ったら一撃で分かったよね、うん、と探し回ったんですが、なかなかやっぱり分かりやすいのか、みんなすぐ買っちゃうので、何店舗も回ってコンビニね、やっと探し当てました。
メガロドンは約250万年前に絶滅した超巨大なサメだ。世界中で10センチ以上の大きな歯の化石が見つかっているんだって。それは大きいわ。うん、普通はさ、うん、メガロドンはさ、うん、大人に2人ぐらい食べられる。もっとでかくなったら大人10人ぐらい食べる。そんな食べれるぐらい大きいの？確かに本当だ。体長は20メートル近くあったのではないかと言われている。すっごい大きいね。オオジロサメのようにとても凶暴なサメだったり大丈夫？大きなクジラやアザラシのような海に住む大型哺乳類をその大きく鋭い歯で襲って食べていたようだよって。うわ大きい、すごいね、うん、あ、説明しなかったけど全部今回獲物が入ってるんだよね。いろいろエビとかタイとかイカとかタコみたいなのがいっぱい入っているようです。魚だ魚。あ、魚が入ってんだね。メガロドンさんどこにいるんだろう。こんな感じで思いっきり引っ張らないとちょっと見つからないんです。あ、いたいた。タイ？魚？魚だ。魚っぽい。魚っぽい。いたいたいた。こうやって中にいる獲物も、うん、楽しみながら見ていきましょう。大きい口。ほんとすごい大きいわ。では最後はシャーク&コーではなくって、シーモンスターズ&コーのローソン限定のやつで買ったんだよね。のイタチザメさんです。どうぞ。おー、あ、なんかすごい綺麗な色。イタチザメさんです。強そう。早くなんか泳げそうだよね。世界中の熱帯から温帯の海にいるサメなんだって。いつもは海面から深さ100メートルほどのあたりを泳いでる。すごい深いところにいるんだね。おー、水深400メートルくらいまでも潜ることがあります。食欲が一番やっぱり早いんだね、やっぱり。強さ5、凶暴さ5。イタチザメさん、よく体見せてあげてください。黄色いブツブツ入ってる。これにも獲物がいるのかな、体の中に。いない。あ、この中にはいないそうです。以上、今日はシャーク&コーとシーモンスターズ&コーの1種類、全5種類を紹介しました。また見てね。また見てね。バイバーイ。